はい、皆さん、こんにちは。今だからのんびりフィルムカメラのしてることです。今日もですね、ジャンクのカメラのご紹介です。で、今回買ったカメラはですね、何の用途で購入したかというと、実はモノクロ写真を撮る専用のデジタルカメラにしようと思って購入をいたしました。そのカメラは何かというと、はい、ニコンのレフ機ですね。ニコン D90 です。もう発売はですね、もう2006年ですかね、2008年頃ですかね、ずいぶん古いカメラなんですけども、画素数が1230万画素ということで、非常に安定して、しかもしっかりした写真が撮れるカメラです。私がおそらくニコンのカメラで一番お世話になったカメラがこのニコン D90 だと思います。その後にですね、いろんなミラーレスのカメラ使ってみたんですけども、今手元にあるカメラですけども、やっぱりレフ機が多いです。最近ですね、ニコンさんが、レフ機から撤退するということで、何かその記事を読み間違えて、ニコンがカメラ事業から撤退すると思われている方もいらっしゃったみたいですけども、一眼レフ機から撤退するんじゃないかということが日経新聞で報道になって、話題になっていますけれども、まあ、メーカーさんとしては否定してますけれども、かといって、まあ、新しいカメラを開発するとは言っていないみたいです。ですので、もしかしたら現行のですね、一眼レフ機以降出てくるのかちょっと心配ですね。ですけども、はい、ニコン D90 一眼レフ機、非常に使いやすいカメラで、これでモノクロ写真を撮りたいなと思っています。なぜかというとですね、ネガフィルムの、ネガフィルムじゃない、モノクロのですね、フィルムがものすごく高いのと、それから、現像も高いんですね。私、現像できればいいんですけど、そういった知識がありませんので、全部、はい、ラボに出しています。ですので、モノクロのフィルム高いのでね、なかなか購入できないので、この一眼レフ機で、撮ってみたいなと思っています。ですので、設定もですね、モノクロ専用の設定にして、しかもですね、RAW でなくて、JPEG で、パシパシスナップ写真を持って、撮ってみたいなと思っています。で、モノクロの写真を撮りたいなと思っていたのは前からで、実は手元に以前購入した、丹野清さんの、デジタルモノクロ写真という、本を買ってずっと本棚にしまっていました。非常にですね、私、丹野清さんの本すごく好きです。なぜかというと、カメラ、写真に対してもっと気楽でいいんだよ。それよりも、やっぱり手軽な機能は使って、撮影しようよというような内容ですので、非常に私、私の、その考え方にすごく合っているので、非常によく撮影することが多いです。この、最近購入した、この、もちろんジャンクですね。ジャンクのニコン D90 ですけども、価格は1908円だったんですね。で、なぜ1908円だったかというと、電池はもちろん入っていました。ところがバッテリーの充電器がなかったんですね。充電器欠品です。で、なおかつですね、はい、ここにストロボがあるんですけど、ストロボがですね、開きっぱなしだったんですね。これはこのカメラによくあることで、よく開きっぱなしで閉まりませんというカメラありますけれども、このところは今、私黒いテープで貼ってですね、はい、目立ちませんけれども、貼ってあります。なぜかというと、実はですね、私ストロボを使うことがほとんどないというか、正直言ってストロボの使い方がよく分かってないんですね。ストロボってどういう風に使うのかなと思って。昔ですね、コンパクトフィルムカメラの時には、どこもかしこもですね、パチ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 光ってましたよね。まあ、どういった使い方がいいのかよく分かんなくて、デジタルカメラでもですね、ストロボを使ったというのは、冬の、そうですね、モノクロ設定で、雪が降るときに、雪をですね、大きく白くするためにストロボを使ったことありますけども、それ以外で私の過去の写真見てもほとんどストロボを使った写真ってないんですね。ですので、まあ、ストロボ機能がなくても、十分私は気に入っています。あとですね、私、ということで、実は過去にもですね、ストロボの撮影を勉強しようと思って、こんな本を買って、本棚にありますけども、こんなふうにポートレートですね、の上手な撮り方ということであるんですけども、はい、実はポートレート撮ることないんですね。大体モデルさんがいないんですね。ということで、これからもですね、ストロボをそんなに使うことはないのかなと思っています。でも本当はですね、勉強できたらいいなと思っています。はい、今日はですね、ニコンの一眼レフ機 D90 をジャンク1980円で購入しました。しかもモノクロ設定で撮影したいという動画でした。これからも様々な動画を配信していきたいと思います。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。さよなら。